グリブーバどうも皆さん、こんばんは。吉本新喜劇の森田信義です。えー、現在夜の9時30分、大阪地下鉄各線本町駅24番出口を上がったところから、えー、ここの工事、一体いつ終わるんと思いながら、ちょっと歩いたところにございます、Ustream Studio Cafe 大阪より生放送でお送りいたします。題して、森田信義はーあ、ありがとうございますね。 ありがとうございます本当にね、えー、いつもじゃないお客様が多いということで、えー、すぐに拍手が出なかったということでございますけれども全然いいんでございますえ、えー、この番組はですね日夜吉本新喜劇で頑張ってるんです私森田信哉氏は毎回新喜劇、えー、からですね、えーまあ、新喜劇内外問わずでございますけれどもいろんなところからゲストをお迎えしてグローバルな情報から半径20センチ内の小さな話題までを皆様にお届けするバラエティに富んだ1時間となってございます、えー、こちらの番組はですねお金が出稼ぐ方法 G3 と未来のプロジェクター シーザーそしてですね、えー、昭和町地下鉄御堂筋線昭和町駅一番出口を上がったところにございます住庄岸本という焼き鳥屋さん、えー、こちらの方でですね、まあ、あのこの番組見たよと言っていただきましたら何かしらのサービスを受けられるようになってますのでぜひとも皆さん足を運んでいただきまして、えー、この番組見たよと言ってください、えー、私もいまだ何のサービスが受けるか分かってませんが、えー、ぜひとも言っていただきたいと思いますそしてただもっかいま目下乗務員募集中でございます産後タクシーグループ、うん、まあね、えー、この夏 まあもう今後もう、えー、昨日海の日ありまして、えー、夏休み入りましてねこれからお盆やいう時にもし、えー、リストラにと会われた場合。 ぜひともこの産後タクシーグループさんに駆け込んでいただいてですね、日、えー、種免許を取って、タクシー運転手として、また新たな人生を歩んでいただきたいなと思うんでございます。えー、先週ですね、この番組、えー、お休みさせていただきまして、えー、と申しますとも、私、あの柳木武尊さんの、えー、定期的にやられているというと、半期に1回ですかね、今ね、えー、上半期の誰が興味あんねんツイート大賞というのにですね、呼ばれまして、えー、行ってまいりましてね、えー、 イベント自体はもう7時半か7時ぐらいから始まってたんでございましょうかね、私の入り時間が9時半やったんですよ。と、はい、いうことは、もうイベントが終わるぐらいに、えー、呼ばれる形だったんでございますけれども、9時半ということは、これもそ、もおそらくですね最終的には大正を読み上げられて、僕が出ていくという形なんじゃないかなと思いまして、えー、ものすごくこうドキドキしてたんですね。えー、そしてあのー 森さんちょっと待っててくださいねということで係の方から控え室にえまあまあであの待っとくように言われたのでございますけどもまあ,まあその前にですね私はあのちょっとあのえ嫁半のその飲み癖の悪さとかまあ飲んで癖は悪くないですけども生活上の癖が悪いということをですねえまあ,あのツイートしたりとかフェイスブックに上げてたりとかしたのをですねえ実家の母親にですねえらく怒られましてねえあのー。 奥さんにも家族があるんだからということでいろいろとお叱りを受けたんですが、まあ、そんなことは知ったことじゃないよって思いながらそういう大賞に選ばれるかもしれないと思ってです、ね、ドキドキしてたら、えー、なんとです、ね、大賞がです、ねえー、川端康さんの眉々、えーま、か,かなんかの、えー、ツイートやったのでただただそれをおスケジュールが空いてたからという理由で、えー、大賞を代わりに受け取りに行くという、えー、そういう仕事やったのでいや他誰かおったやろと。 それさえなかったら、このユーストリーもできたのにということでございますけども、まあそんな一回休み終えての今日でございまして、今日実はですね、お二方でお招きいただこうと思ったんですが、ちょっと理由がございまして、お一人でございますが、早速、このゲストの方に登場していただきたいと思います。安井正二さんです。どうぞどうもどうも、こんにちは。 マサジです。よろしくお願いしますありがとうございますありがとうござありがとうございますいやいや普通ですよ普通の入り普通ですよ普通の入りじゃないそうじゃ異常な入り方しません私いやいやなんかこうテンションの高い安井ジこう見せるとかはいあっじゃ出しておきましょうかあっ出していただけますかイエーイありがとうございますいやこんなもんでしょういやいやありがとうございますただ顔が赤くなるだけのありがとうございます本当にありがとうございますこのまサじのイエーイはいつからのイエーなの いや全くなんなんでしょうね。ただなんか目立ちたいなと思ってやってたんだけの <laughs> 何の脈力もない,いこれをやろうって思ってやってる感が大丈夫ですか <laughs> これを <laughs> これをやろうと思ってやってる感がなんかすごいよくちょっとよくわからないというところがっだから全く自分でもね <laughs> <の>何もわかってないですよ。<laughs> イエーイのマッサジのあのイエーイでごまかさのなんあの誰のあれ石田さんの結婚式ですかね二次会で。はい。 そうですよだからあのー、二次会で僕一、はい、人でいやんとかやってたのを宇川さんが見てくれてそ、はい、うやって神経系やったらこうやったらっていう感じでああ<ー>なるほどなるほどもう初め、まあ、はもう一人で一人で,いや,って人でいやんって言ってましたよえもう触って、まあ、触るとかじゃなかったんですけどね一人でいやんバカンとかいうのをやっててそしたら宇川、えー、さんが神経系やったらこんな感じでどうみたいな感じでらあのテン太郎の濱本さんがそうやったらこうこ触ったらとかやったらみたいなああなるほどなるほどもう本当にあの もういろんな方のもう刺激なならではと言いますか。そうですそうです。ね、だ僕何一つ考えてないです。<laughs> いやいやいやそれはいやんばかんという面白いことを考えたわけです。いやこれが面白い。面白い。変な形で言うわけじゃなくて、ね。まあ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 でもねそうですよそんな。いやもうあのやまあ、安政くんでございますけど今日はね、はい、本当はあのニーナ君と一緒にということでございましてはいあのー、安井君だけになっちゃったのは実は理由がございましてはいあのー、ちょっとね。 えー、不良の事故にあって、新田哲郎がもう、来れないい,いや違いますよ。はい、事故じゃないです。<laughs> あのもうちょっと今あの、搬送されたという。<laughs> 元気にしては、ただちょっと風邪ひきって、はい、喉の調子が悪いというだけで。おじいさんのツッコミに大変だということでございまして、まあ、4か月で。4ヶ月大変だということで、今日は休ませてほしいということでございまして。 神戸オリエンタル劇場でですね同じおじいさんへのツッコミの役をさせていただきましたので声が枯れる理由はものすごくわかりますあっこはねものすごく強くツッコまなくちゃいけないのでそうなんですねなこれなぜ強くツッコまないといけないかといいますと笑いの量が多いというのもあるんですね多いですね多いんですよ笑いのねこってる最中にツッコんでいかなくちゃいけない次のネタとかもあるんでねそれのにね、もうなんか こうもっと声出せいやでえへんと <laughs> これ以上声はでえへんというところまで出せと言われるのね、えー、まあまあそんなことでございますけども私やまだ休、ま、みませんでしたけまだあの今日以内に名君に対してでも結構でございます、はいえー、質問等なんでもございましたらですね「はいえー、ハッシュタグのんもり」をつけていただきましてつぶやいていただきましたらこちらの方に反映されましてですね、はい、あのー まあ面白いものから何でも結構でございますよ、はい、質問結構でございますのでね、えー、こちらからまた紹介させていただ,いただきたいと思いますい,います熊本のヤンキー再びというね熊本のヤンキーね、えー、あとあのー、高青年というねあありがとうございます、えー、嘘のコメントがあります嘘じゃないですよ新経気ではね高青年ですからあのーはい、信濃さんとの仲はどうっていう あーまあまあそこそこ悪いですよ <laughs> 相変わらず相変わらず相変わらず悪いよ、はい、そこそこちょっと喋るときもちょっと気まずい感じで喋りべるんで何ですかそれはまあまあおよ,およい聞いていきましょうね今日だからそのーナ君ともうゆうやあの一緒にお話聞こうと思ってたのは,はい、はい、えなんとこの度ね、えー、今週のははい、はい金曜日金曜日、ね、25日すぐですけども、はい、イベント するというね。そうなんですよ。またなんとも攻めた二十五日。いや、天神祭りとね、あれね丸かぶりの全く僕知らなかったんですよ。まあでも確かに、はい、大阪の人間でこそ天神祭り七月二十五日とか二十四日とか覚えてるかもしれないけど、はいはい、そう僕も京都人、京都の人間だからわ、はい、からないもん。んあれね、僕熊本なんでね、もう全然。 そう分からず7月25日の金曜日めっちゃええ日もらえたなと思って会社にえそうなんだ7月25日の金曜日がなぜめっちゃええ日やったのいやだって金曜日なんてお客さん来やすいしあなるほど前その次の日が休みやしそう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 <ー>でなんでこんなええあ俺ちょっと会社から押されだしたんかなあ<ー>来た来たとと思ってたら<ー>なんか1週間ぐらい前に天神祭りって聞いて <laughs> 最悪やと <laughs> もう煙たがられてるやん俺と思って。<laughs> もう違うところで大きい祭り祭りやってる日本三大祭りのうちの一つが起こってるのにそうなんですよザザポケッツという地下で地下ででも大きい祭りなんでしょこれはそうですまあまあでもねあのちょうどね花火が上がってる時間らしいんで最悪やんか <laughs> 一番人が外に出てる時やんかざわざ地下に入らなあかんのよ <laughs> まあでもその天神祭よりも大きい花火を打ち上げようじゃないかとなるほどね そういうことでございますか。そういうことはの天神祭りにかぶるのっていうのね。もう早速コメントもいただきますけどそれが一番嫌んよ。ありがたいですね。なるほどじゃあ知らなかった知らなかったですよ全然。別に僕は初めなんか天神祭に対しての対抗意識かなと思っていや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 いいやいいや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 い その僕は来ない言うたら別の天示祭りるくすわけでは全くないけどそのよくわからないお祭りなんですよ僕からしたら。何でですかああのまあ京都は別に地域自慢とかじゃなくてまあ祇園祭というねあのお祭りあってこう矛があってねでまあ無病息災とかをまあお祝いするというかのまあちょっと神聖な八坂神社があってそこからまあまあ 1年間に1回こう、ね、それはこうまあひ引いてこう練り歩くわけいです例えばだんじり祭り、はい、ねあのまあいうとるだんじり山,の山ダッシュをね、はい、ガーンみんなで引っ張ってこうかき回していくというねこう見せるものがあるじゃないですか、はい、天神祭り、はい、なんかもう普通のまあ言うや,やこうなんて誰かがこう漕いでるとかじゃなくて、はい、完全にモーターで動いてるでっかい船で。はい ちんちんとことんって言うてんのが、はい、<laughs> これ何が祭りやねんちょっと思うて間うというか無病息災やとか<ら>なんか厄払いとかっていうのがまあ基本的な何か目的がね誕生祭やとかさ、はい、その収穫祝いやとか、はい、そ何かの奉納とかいろんなことで祭りってあるのに天神祭りのいわれが全くからないあれ何なんでしょうねなんかでも何かあるんでしょう ただ花火あげてるけどなんか花火あげてるだけやったらちょっとあれやからとりあえず腕の上でなんかやるような祭りやったらみたいな感じにしか見えないのいやいや,いや,いや,いやそれはもう天神様をあがめるとか天満天神さんのとこ行って祭りやってないんじゃないその。天満宮とか天満天神とね。でうわーって広がってる感じじゃないやん<あ>だから今そうなんですか 僕、あそこに行ったことないから逆にあそこに行かれへんからさ、人の通りが多すぎて、ね、でも福岡もね、確かに天神祭りって、だからなんかそういう祭りの風習があるんじゃないですか、だから花火がメインになってるでしょ、今、まあまあまあさ、若い子は好きですから、<laughs> いや、若い子は好きだから <laughs> 若い子もメインになってるやん、なん <laughs>、ままあの祭りなんやろとまあまあ、そんなもんですよ、さ若い子は。 でるど、ね、でど、ね、店がそうでそうです。で,すで、ドンキホーテの前で、ものすごくなんかあるナンパマチがってね。まあ,ま,あまあ、まあ、まあ。森の宮のね、うんえー。あ、菅原の道真の命日が元々の言われ。なるほど。えー、で、それから花火が上がるようになって。あじゃあにぎわ、にぎやかに。で、花火だけやったらあれやから、で、船でやろうか、いう話になった<あ>ということなんですか。 えっていうほんまですか、これ、逆に船メインじゃないですか、船メインでなんか花火があったらどうなるのじゃなくて、はどっちが朝日なんでしょうかね、もし、あのこう天神祭りに対して詳しい方ね、もしおられましたら、なんかはいそうですね、ちょっと気になりときましたくなねだから7月25日は、まあ、菅原の水谷の、まあ、いわゆるメインということでございますから、あらゆるところで天神祭りが起こってるいることでしょまあそうなんでしょうね。ということ日にちも一緒なんですかねそれはでも、福岡でも天神祭りありますよって言っていただいた方は、どうなんですかね。 はい、前後している。はい。前後している。前後している。なるほど。だから、25日を境にこういろいろこう、まあ<ー>23日あったりとかイブイブみたいな感じのやつが、なるほどね。年日のイブイブみたいなのがあるかもしれないですね。福岡も菅原道真さんですか。もう、まあ、その天神やからそうなんじゃない、天神時代がそうなんでしょう。あ、そうなんですか。菅原道真のままあ神さんってことじゃないですか。へえ、すごい。ということですかね。 6月から始まって結構長い間にかかってななっか何回も死んでじのメインがあっなるほど6月から始まってて25日がメインあっ祇園さんもそうですから祇園、えー、さんはでも今回あの後祭りっていうのがね、えー、何年かぶりにあの始まりましてだからあの<年>、はい、前前と後にこうあるんですよ、えー、今あ今までやったらもう全部は一緒にどんとやってたんですが、はい、あのまあ 個々の巡航と、あとなんかちっちゃいこう、だ、船というのがある。船の巡航とに分けたっていう、のがあって。これはも四十九年ぶりかなからます、これ。あ、すごいですね。天神、はい、まち,ちょうど僕ね、あの時期が天神。はい 祭りの日に、あの、擬音か月入らしてもらってたんでああ、なるほど賑わってましたねすご,しすごかったです、すごかったですもう歩かれへんでしょはいもうみんなブー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 言うんですけどねもう京都の人間はもうワクワクしちゃないですけど、ね、ああ、いや、でも綺麗でしたねいいでしょはい、よかったです、よかったですまあ、花火も何も上がらないですけどねなんかねもう、えーまあ、あの、福岡県民やけど知らんえ、どないやん <laughs> 知らんのかいね 全く関係のない、こんな祭りの話をしてるの全く関係のない質問が来ましたよ、何ですか、祇園のコロラドで一番好きなメニューは何あー <laughs> あのまあ皆さん分からないかもしれませんが、祇園、はい、の,のコロラドというのはです、ね、祇園か月の横にあるコロラドという喫茶店でございまして、はい、これは、まあなかなかね、いいろんなサービスをしてくれるんですけど、えビフライが大きいなの、いろいろね、ありますけど、はいまあ、エビフライじゃないですか、あそこのエビフライ、ね、エビフライ美味しいですよねあととカレーとかね。 あ、カレーね、カレー美味しいあの牛牛筋カレー美味しいですね。まああの結構いろんな裏メニューがあるそうですね。ある方が行った時にはあの冷麺を出してくれとかっていう自慢を千の額でされましたけどね。いやあでも僕は行きにくいんですよね若手は。そうなんですよ。あの師匠方がいてはるんでねなんかちょっと必ず来られたりとか。はい。え。 安井さんの実家はどうっていうのほら実家はどうっていうのは実家で祭りをやってるってことですかねあ,あ実家ねありますよあのね藤、えー、崎八幡宮っていう、ね、馬追い祭りがあるんですよまた面白い馬追い祭り、はい、馬に追われるもう馬から逃げるやつ牛追い祭りとかとか牛追いかけるとかあるけど馬、ま、お追う<い>というか、まあ、馬を背負えるようなやつが追ったらそうあるんかも分からんけどああああそういうじゃなく普通にあの馬の背中に何か飾りつけて一緒にこう。 練り歩くという楽器ラッパと楽器ラッパ平和ラッパみたいな平和ラッパみたいな楽器ラッパ師匠じゃなくて楽器ラッパ師匠でそのラッパであったり太鼓とンチンとタネでこういきますよえもうラッパがある段階でもう最近の祭りやいやあれでもね多分ねあの軍事ラッパいや戦国時代に加藤清正戦国時代ですか 秀吉さんとかもでかのがなんか朝鮮出兵とかの時の祭りやと思います、はい、へえなるほどそれを今から結構な量の馬を,を引いてあるだから、ね、何十頭まあでもその人団体に一つ人団体に一つ一匹え <laughs> ちょっと待って馬がその町内に一頭だけおるってことあだから、えー、なんて言ったらいいんかなそのいろんな、まえー、団体があって、はい、例えば、えー 森田森田組みたいなのがあったらそこに何百人ぐらいおってそこに馬一頭あと何かちょっとした櫓動く櫓みたいなの一個みたいなので練り歩きますそれがだから70団体ぐらいありますあっ70団体ぐらいがそうでって練り歩いてずっと歩くんですよただのパレードやパレードみたいなただのパレードいやでもね結構ね 熊本の人らはそれにこう命かけてるぐらいの荒いみたいな人らいますよもう一年中だから、まあ、だんじりとかまではいかないかわかんないですけどまあおいやでお前みたいなみたいなのとかありますよもう結構魚祭りにこう鼓舞された連中が集まってそう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 そ,うそ,うそ,うその別の町のうまく飽きつけたりとかするようないやいやそんなんじゃなくて、まあ、まあそのその音をね鳴らしたりとかあだからその組み組みでだからまあいや祇園祭りもほこほこで全部あれ演奏ちゃうんですよ はいはい、ああ、そういうことです、そういうことですみたいなもんで、ラッパー持ってる人もいればトロンボーン持ってる人もおるみたいなはいそうなんですかそう、そうですトロンボーム、いやごめんごめん、適当に返事してましたなんでやねん、おいクラリネット持ってる人がおったりとかいやいやいや、でもラッパーとほんまがバッパーあっやで、もそうなってきたらそうトロンボーン持ってきてでいやでもほんまにね、命かけてますよでも喧嘩になったりともしましたもん、やっぱりへしました、なんかとあの隣の団体同士でとか あ、みんなまあまあこうぶつかって荒い感じが詰まるってこともうめっちゃね僕らの団体の強い人がめっちゃ目の前でボコボコされてるとか出た出たヤンキーのいやとか,いやかヤンキーのとか、はい、ありましたよめっちゃショックでしたもんあよあっと思って強い思ってた人があよっ <laughs> あなるほど強い思ってた人あの先輩がボコボコに祭りでやられてるああみたいな <laughs> とかやっぱいろいろありましたよなるほど、はい、でもそのまあいやねもう向こうではう荒,荒く生きてた、はい

いやそそうやろなんで冗談でいくねんやろ何やねんマジなんですよって何やそゃそうやろいやだからそういやそあんのそのねこうもう命がけなんですよいやそらそうやてあんなもう引っ張んの人の命かかってるからそんなん見てたらやっぱかっこいいなと思いますよその命がけがもう発想やんきんやんやっぱ命がけがかっこいい違うそのダニアンのこう何て言うのこのああ みたいと見とたなら<あ>みたいのととかるそう,そうだからもう一生懸命その一人の男を目立たせるためにこう動いてるわけじゃないですかあっそうなんあれってまあそのーあっ上にだあ,あのー、ダッシュの上に乗ってるこうやってやってる人を,を目立たすために見ない、まあ、目立たすために、まあ、かっこよくそれはね決ま,決まらせるみたいなことじゃないですかあっそうなんあの見たらかっこいいなと思いましたよへえ<ー>はいちょっとこう一緒にまだって「うらー!指だの」みたいなの 気持ちいいものちょっとなったいや食べたいなこいつらみたいないやいや全然全然,全然もう僕そんな気持ちわかんないですよもう <laughs> 僕も32なんで <laughs> 昔やったらちょっと昔やったらなんか竹舌とか思ってたかわかんないですけど <laughs> なるほどなるほど今あもう全然あーかっこいいなとへえだんじりだんじりかっこよかったですねへえ<ー>、はい、それいつぐらいいったんですかここ去年の夏ですか、ね、ほらもうほんとにその中川さんの知り合いの方のお店親戚の方ですかね、はい、お店をなんかちょっと。 そこでおでんいただいたりとか、と、はい、吉田豊さんと。はい,は,いはい。そしても吉田豊さんがもう顔をさしまくってね。ああ、なるほどね、もう。まあ、もうドリルで。巻きまおや。とか言われて。すんのかい、せんのかい、あの人も好きやからね、そういうの。好きいや、もうだから、嫌な顔一つせえへん。から時代時代時代。もう余計にその子供たちが調子を乗るというか。かもうね。もうなん、で、親がまた。 あかんよ、そんなんしたらあかんとかって言うんじゃなくて、親が興味を示してるから、ちょっとした先の尖ったものを子供に渡すもんね。<laughs> あれが悪いいや、ほんまに。あれを、いや、ちょっと、それをあかんのじゃいますかって本人も言わないから、はい、逆にその子,子供が渡されてどうしようと思ったら、 もう裕孝はその子に向かって「いやドリルせえへんのかい!」とかって言うからいやーねで,でそうなったらまたみんな子供たちが吉田豊さんのとこ行くじゃないですか、はい、ほんで止めに行かんの僕らが止めに「いやちょっとすみません」みたいなの止めに行ってはい、はい、ほんですみません「いやごめんなまさージみたいなこと言うてくれんねんけど、はい、次また子供が来たせんのかいとか言ってまたこうなってみええお兄さんめんどくさいなこのおっさんとこいだから <laughs> もうあの島木さんと一緒でしょでまあまあね目立ちたいわまあまあこれみな皆さん目立ちたいんでしょうけどなんかその辺の感じあんまり 周りへのその辺の気配りできてないよね、ええ人,、まあまあね、人やからこう、ね、それでも許せてまうんですけどその感はああありままますよねまあまあ確かにね、はい、あの人の人の良さというのが結構ありますからね、はい、そういう意味ではね、いや、ばかそこオンパレードということでして<あ>、えー、中田さんとか吉田さんは祭り好きですからねって言って吉田さんの祭り好きはちょっと別のもんだと僕は思うんですけどね。 ははじめさんがだんじり好きなのはもうしゃーないですもう的なものまあ吉、ね、田の、えー、さんもなんか自分で祭り好きは言うてはりますけどあれもただただら人前で金玉出す祭りですからねただの露出狂の集まりですよそんな祭りがあるんですかそうですよもう「ようやさー言って金玉ボン出してもう終わりの祭りですから <laughs> ええ、目的は金玉を出す,ことです目的はもうなんかあんななんか言うてますけどなんか見越しゃないや言うてますけど、はい、ただただ人前でこっそり金玉出せるかどうかっていう,、はい、いうのを基礎祭りですから五穀 <laughs> 奉納とか嘘ですよ、ねまあんた、まあ、どうなんでしょうねもう絶対あの人の写真つ祭りの写真パッと撮って、はい、これや祭りの写真で見たら誰か絶対金玉出ねもんいやいやそんなことないやろいや本番やって見せてもらってみん <laughs> いやまあまあ確かに、ね、絶対みんながもうポロリしてんねんもん、えー そういうお祭りでございますなんかあの、岸和田の方のレディースみこしっていあるでしょなんかレディースだんじりかなんかあー、知らないですそれもかなりのポロリがあるとかいう話らしいんですよへえー。ぜひね、そちらの方も見に行っていただきたいなと思て。てあそうですね、ぜひはい,はい、は、ねえー、いああの、イヤンネタを始めたきっかけは何なんですかってあの、先ほど言った通り先ほど言った通りで,す,ですね。あのす、ーえー、僕が一人でイヤンとか言うてたのを、まあ、一番初めにあったのがじゃあ、浮川さんっこと いや、えー、何なんでしょうねなん,なんかやってたんじゃないですかあのインディーズとかなんかそういうライブがあるんですよね自分らでやってるようなそう乳首触って嫌っていうのをや,りやったのは一番初めはお母<あ>さんですお母さんですああなるほど、えー、今日8か月がまだある時に当時多分宮崎君と出て行ってたと思うんですよ今サッカーやってるはい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 な、は、ま、い、ってるんですけどその 子と一緒に出ていって乳首触られて嫌みたいな感じの時やったと思うんですでその時ちょっと浜本さんいてくれてはって、はあ、1>, 1週間やるじゃないですか新規ああの当時あれですもんねこうやつがあの井上さんがちょっと入ってくる新規そうっすね漫才さんとか落語家さんとかその時のやつですかの時に、はい、こっち触ったらとこっち触ったらとあなるほどなるほどそうで,で全部触ったらなんやねんみたいな感じで川端さんが「はあ、そこまで考えてこい」って言われてはい宿題出されてで全部触って「一本!」とか言ってたらめっちゃ滑ってたんですよね <laughs> <laughs> むちゃくちゃ滑ってて一本 <laughs> ねでだから山川沙子ひざんとかどうやどみたいなあのあの乳首三重視のイベントはないのっていうことでございますけども <laughs> いやーいやーまとまらないでしょうでもどうなんそのマッサージ的に言ったら同じ乳首やけど乳首取れるバーンいってるやん今はいはいはい,おい俺も乳首やけどみたいなの全あんのいや全くもう どうにかついていけたらなというぐらいの <laughs> 乳首のドリル乳首のドリルだかうまいこと吉田さん引っ張ってくれへんかなというでもまあまあ今回の,あの乳首ドリルで乳首といえばもうドリルみたいになってもうてはいはいでもうねあれ大型パネルも等身大のパネルできてはいはいはいそうですあれはいいねその抑えるところにちゃんともう音が出るようになってるからそうですねあれはありがたかったですけどうもうマッサージとあとえ今プ今ップさん,今ウェップさん 今ウェップさんのだけがものすごい押しにくい位置にある押しにくい位置だったけど人の動線から思いっきり外れたところ遠いところに置かれてて誰も触りに行かへんからずっと充電パンパンの状態でこんな状態で待ってるやつね <laughs> いやでもね、えー、あれも吉田さんのボタンだけなんかめっちゃ色落ちとかしてんねんけどそうそうそうもうハゲてきてて電池交換が早すぎてもう大変や言うてるうんねん今ウェップさんのピッカピカピッカピカ誰も触りにいかへん場所がねかわいそうやから。 まあまあ、でもね、あの等身大は、あの議オンカ月の方にも置いてますしねはいはいはいいいですね、あれは羨ましいですわええ、まあ T シャツもできるそうなんでね、なんかねお子様キャンペーン夏休みにお子さん来たら、なんか T シャツクラブ食わなんかね、あの四回目、夜公演だけはすごいですねまあでも今後ね、そらいや、なんかこの間一緒に T シャツ作って持ってたん誰かにあなんかね、あのね、えー書道家の先生がいらっしゃいましてなんかジャルジャルとか、昔番組とか出れてたんですかね うあのー、アホ好きあー、アホやねん、好きやねんとかに出てはったんですかね、はい、まあ有名な方なんですけどね、はい、その方が、なんかお知り合いの方、僕らのお知り合いの方が、なんか誕生日プレゼントでっていう感じで、はい、あのドリルの T シャツと僕の、はいやん、バカーンみたいなのをいたらしくて、昨日のの祇園での公演のソコンは完全に18金でしたよって、<laughs> なんかあったんですか。<laughs> いやね これね、もうむちゃくちゃたまんないんですよね、あのね、こう、いやんばかん、そこんのとき、はい、清水さんが、ね、もう遊んでくれはって、はい、いやんばかん、そこんのときに、完全にその僕のそこんの部分を、握りしめてくるんですよもう、そこんってなるもうね、でね、はい、僕ね、あの状態って、もう,こう無、無防備の状態でぐっとやられるからね、はい、もう、ほんまに痛いんですよ。<laughs> めちゃくちゃ痛いの何回もさせられまあ、してまあねあそ向こうはね遊んでくれたって<ー>お客さんね喜んでくれてはるんですけど<ー>ほんでスッチさん来て前田真紀ちゃん来てほんま触んのかなこの子とか思いながらスッチさんも触ってスッチさん触りに来てまあでもあの子はもう手前で。 は、ね、けてったからあよかったと思いながら前田真希は来なかったなんかもうねえなんか変な感覚あるでしょ <laughs> 前田真グッてるかなる、ね、そ,それこそほんまにソコーン以上のねえイアン以上の何かで別のものが出るかも,出るもしれなかったかもしれないやいやそんなことないですけど <laughs> なんかねもう変な感情にならずに済みましたけどまあでもねいやでもありがたいです清水さん遊んでくれはっていろいろまあまあでもねあそこはもう遊び用がやっぱ一番大きいじゃない、はい 祇園はね祇園もそうやしまああのこんな言うとあれですけどねその放送も何もないからああそうですね祇園の場合尺も別に気にしなくてもいいからはいお昼一回だけなのでねだから本来たら五十分とかいろいろ言うてますけど一時間やったりとかぐらいややってる時もありますからねやってましたね4ヶ月経ても確かに寿司さんの週なんでねまた遊ばはるんではーい楽しかったっち長かったんゃいます長かったですよあの後なんかどっか行ってたでしょなんか八坂さんぐるっと回ったりとか ああそうですそうです、えー、スッチーさんの、えー、座長襲名でちょっと練り歩きみたいな感じで、あのーはい、ありがたかったですねいや,ねいやでもチャーリー師匠がねやっぱ面白いですねあの方チャーリーさん飛ばしてました飛ばしてましたねーもう会話にならないというか <laughs> いやこれいい意味でね <laughs> はい,はい、はい、あのもうねこれもぜひあのー 多スッチさんとか中川さんとかがいてはる時のチャーリー師匠がいいと思うんですけどもうぜひねチャーリー師匠、今、チャーリーさんこのさん一円の方が見れるのはギ園ン月げつだけなんでものすごいレアアイテムですよすすごいでびっくりマンでいうとヘッドロココ以上のマショ性ネロ以上の分かんないです、僕年代的にちょっとマショ性ネロはヘッドロココは聞いたことありますけど。 レアアイテムでございいますからいやでもね、ぜひ足運んでほしいですねえ。なんかありました、事件は。事件っねほんまにね、まあ、ちょっとここで話せないようなことを、わって連発されてはったりとか、<laughs> あ本当にまあ、とかね、<laughs> まあまあ、でも、その決しての人のなんかね、その害するようなこととかじゃないですよ、はい、その気持ちをとかじゃなくも、ちょっとね、まあ、いろいろ言ったはってもしろいなと。この番組自体は、そのまあ普通の電波ではないのであれなんですけど、はい、あのー、僕がまあ退治のネタをやられ もうやっていただいた時に、はい、そのまあ僕が逮捕されるという状況やって「はい、貴様名前は?」って言う聞くから「はい、お前だからあの俺が今から言うあの名前を答えろ」って「はい、対人やろ」って。はいで な,なんすかって言う、はい、俺が「貴の名前は?」って言ったら「いいまんこでなあろ」って言うやつ <laughs> 何やねんそれ <laughs> それ何やねんそれいやもうでもね俺、んお,お前名前は?」って言って「いや森田や!」って言って「<laughs> いいまんこでなあろだろお前は!」って言って <laughs> もうよく分からない <laughs> 何が面白いとかがよく分からないでいや、ね、でもね本当すごいですねなんか中川さんが「<ー>お前次の回中国人で行け」って言われて <laughs> 中国人で生かされて <laughs> <laughs> ないやいやもうあの人はあのー、こうないですけどもう方程式とかそういうのが全くってない方ですからねないくいやでも、ね、お客さん笑ってた中川さんもやっぱりねあの腕荒はるんではい、はい、そっかも笑いにバーって変えてまあそんなチャーリーさんと僕は来週、あのー、今週じゃないですけど、ね、来週、はい、佐賀県まで行きますけどね であいいですね、賀の方まで、あなたの近くまで行きます、次回あそんなことでございます、はい、本来、ですね、あのー、この番組、えー、いつもです、ね、シーザーというプロジェクターで、あのー、お写真を紹介するんでございますけれども、とりあえずあの、このコーナーに行きたいと思います、リコメンデーションのぶりつぃー e ーってことでございまして、<laughs> もう先ほども言いましたけど、お写真あを紹介するんですけども、も今日はちょっとあの、ね、あのシーザーの方がね、 えー、忘れてきたと言いますか、実はあの先ほどまで私、小屋部歴史堂のロケに行かせていただいてまして、はいはい、でロケが、まあ、もう格段に押してしまいまして、<う>1回家帰って来る予定だったんですけど、はい、直接しか間に合わない状況だったので、はい、このシーザー、ちょっと持ってきてないので、お,<う>えー、お写真をですねちょっと今日では特別にあのこちらの iPhone で,ですね紹介したいと思いますので、いいですね、はい、すみませんが、ちょっとね、えー、ちょっと待ってたねはいまず、あの、すごいですね、時代が。 お写真からいきましょうかはい映、えー、ってますよちょっとね横にワイプで出ますんでねさっきメインで見ていただいて分かりますけどもはいす、ね、はいこちらのメインはいちょっとこの画面に映るのだけ<あ>ちょっとっまた違うんですねそうなんですあ,ここ、ね、あーすごいすごい、はい、こちらのお写真のことはちょっと画質があれですかね大丈夫ですかねはいこのお写真でございますがこれあのはい、先ほど 言いました、はい、え言わせてもらいました7月25日金曜日の、はいえー、ニーナ哲郎くと一緒にやるノリノリ君とイベントですねこれ、えー、名前、はい、ノリノリくん、はい、これあの僕聞いた瞬間に、はい、マサジやなと思いました <laughs> そうですかもうあなたでしか思いつかないノリノリ君なんて <laughs> なんかねまたかマサジと いやまね、好きなんでしょうね、こんなななぜ、ぜの。いや、なんか、のりを、なんか、のりとかできたらええなという、とあなるほど、そののりを作るための、のりのり俺たち乗ってるぜじゃなくて、たくさん二人でのりを作れたらなというところの意味合いののりのり君。んあ、なるほど。まあまあね、そういう感じですね、これ、あ浅川昭恵さんに、昭恵姉さんに、あの、すみません、ブログでちょっとだけ宣伝お願いできないですかって言ったら、じゃあ、の、写真送ってって。言ってはい あの男前な感じで送ってねって、はい、で、これ撮ってもらってたんですけど、はい、やっぱ3枚目ぐらいに恥ずかしなってきてね、はい、僕もう笑顔になってるじゃないですかはい <laughs> なってますなってますでもニーナだけはちゃんと真面目に男前だから2、ね、二枚目な感じでと, <laughs> としてる時の写真です、ね、これなぜまたにこれね聞きたかったらなぜニーナとやることになったのかなと思ってああまあねえまあもともとコンビも組んでましたしえの時に そうかニーナと一回やってんの一回だけねゴラックスというえゴラックスゴラックスというコンビをなんなんなんそのゴラックスもしかして娯楽とかかってうそ,うそ,うそうですおい娯楽たちみたいな <laughs> <laughs> あなたのこれどれぐらい続いたのじゃあニーナとのゴラックスはいやゴラックスはでもね短かったですよもう1ヶ月と 1> すぐやんかですかねえ 中学生の恋愛よりか短いもんでもね多分そんな感じだったんでしょうね僕ねへぇ<ー>ロックなやつじゃなかったんでねあそういやで来ないだけどあのまあいいやねぶっちゃけ言うや、はい、その信濃とのはコンビはなかったのあいやあのね信濃はええ諸見里とかスープパスタとかをやってたじゃないですかはい、はい、あであそれやったら時間空くしじゃあニーナやらへんという のがここまでで伸びたすねあ、いや僕が聞いたんだけど、そうじゃなくて、NSC でよ、NSC でに、ナノとコンビ組むことはなかったいや、だってもう僕、ナノとかも全く仲良くなかったんで、なるほど、なるほど、いや、5回、のネオくらいは言いますけど、クラスが全く違って、あそうなんや、あいつエリートやったんでね、あ、信濃は、はい、ジャルジャルとか、プラスマイナスとかと仲いいグループやったんですよ。 あーそっちの,方の、まあ、えっ、ー、のクラスやったんそうなんです僕はもう,もう靴ばっかりといましたからスラムのスラムの「ウシミツドキ」あの時とか「<laughs> フルートシラキ」とかもう全然分からへん、ね、あのわっしょいスズキとかそういうそういうメンバーとずっといたんで漫画で出てくるキャラクターのみ,たみたいなのばっかりツタンカーメンズとかあはいツタンカーメンズ聞いたことある聞いたことあるとかですかねえーなるほど、えー、でそうはニーナも同じクラスやった ニーナ同じクラスでやってはい、はい、で、なんか一回やってみようかみたいなでもねまあまあそこそこやって,て楽しかったんですけどねゴラックスゴラックスそうそうでな,ぜなぜこの解散理由は何やったのゴラックスのなんかねニーナがね、はい、毎回遅刻してきてたんですよ稽古に2分ぐらいえ二2分毎回2分ぐらい遅刻してくるんですよ 2>, <laughs> や2分やろいや二分,分毎回しかもなんかギリギリああ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 あ いやはようう出たええやんと2分ぐらいやった二 2>, 2分ぐらいのその「なんかごめん電車が」みたいなの出てるそ,その2分があんのやったらもうさっき出たえやんと <laughs> はいはいはい、はい、っていうのでもう解散しましたうわ <laughs> 理由理由厳しいいや当時僕もだってもう熊本から出てきてもう,、うん、もうどうにかして売れんと、うん、と思ってたから人を信用できひんかったから人を信用できない時代ですから <laughs> 止んででた時ですから <laughs> なるほどなるほど、はい、もうちょっとそれはもう言うてもその都会に溶け込めへんのにそそうです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 こっちは早いこと出てて、はい、早いこと待ってんのに、はい、2>, 2分遅れてくるこれは許されへん許されへんなるほどねえそんなゴラックスのノリがまたまあまあそうでもねこれがね結構ね、はい、自分の言うのもなんですけどなかなかちょっと面白い感じでええー、ゴラックスゴラックスその当時のゴラックスの時のネタはやらないですかああやらないですでやれたもんじゃないと思います多分 ゴラックスとしてはこうなんですけどあの舞台は踏んでるのあ、踏んでないです、踏んででないです。NSC の時に NSC の中でまあでもね、結構ね、あの、みんな笑ってくれてたんですけどね、<ー>まあでも完全にその通り、千原兄弟さんのふ、はい、の感じのテンポでやってたんで、あ、なるほどその,、ね、その設定こそは盗んでないですけど、はいはい、ボケ買った、ツッコミ買ったみたいな、だいぶ意識してたんで、その時はもう、まさじがボケで、僕、ボケでしたね、ニーナがツッコミで、たぶん二人で考えて。 た人考えてですね。で今回も今回も二人で。今回二人,人で考えてますね。そのメインは何をするの？コントを五本ぐらい。五本。えー、なんかね、四、えー、本ぐらい普通のコントやって最後長いやつねちょっといいお話的な三十分ぐらいの。三十分の長編コント。はい、二人で。二人だけですか？二人だけでやると思いますよ。<laughs> え、やると思います<笑><笑>もしかしたらもしかしたらここ誰かおった方がとかいうのがあればあ、今後ね誰か頼むかわかんないですけどなるほどなるほどまああと2日なんで多分そんな変わらないと思いますんで、えー、もうでも順調に仕上がってて順調に仕上がってると思いますあの、まあね、その僕天神祭りと戦ってますから まだから来てくれたらねお客さんに天神祭よりも面白かったとよかったと言われたいですからスローガンはそうですよニーナとのさてニーナ君はどういうふうに思ってるかでございますけどねはいないは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 まあいは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 いのいはいはいはいますはいはちらでございます。これはちょっとねここに出てくるのがちょっと時間がかかりますからいはいはこれねあの 誰ですかあのブルボンという後輩でしてブルボンはいあなたが可愛がってる後輩そうですもうむちゃもう10年ぐらい一緒にいる後輩なんですけど、はい、一緒にいるの一緒にあの一緒にっていうかそのずっと遊んでるはははいはいはい、はい、もうダメなやつなんですけどね、うん ブルボンが可愛い山口から出てきたね後輩で田舎も田舎もか可愛がりだしたねいよいよいややっぱ田舎も田舎もに行くんですよあそうなんだ分かるなお前言うて誰なんかあるんですよ同じつらさをねでこいつがあの単独ライブを5ップでやるとブルボンがブルボンがでやるときにブルボンはコンビなのです もうコンビニンンビです、ブルボン普通、だから,来ないから例えばい本名はあ,あ覚えてないです。えっ <laughs> <laughs> 本名は山口やったらブルボン山口とかこんな感じじゃなくてもうブルボンだけ。ブルボンだけ…あっ、古屋。古屋、古屋、優斗。古屋優斗。やったと思います。っていう名前で、はい、で、も本人はブルボンとして。そうなんです。 わざ,わざ連絡くれたんですよ、やるんですよ、よかったら見に来てくれませんか<ー>あ、じゃあよかったらチケット押さえといてって言ったら、いや、もうそんなもんいいですと、いや、もう、その見に来ていただけるだけでみたいな感じで言ってくれたんで、<ー>いや、もう、もうチケット大変やろから、もうええから、もうそんなええから、押さえといてって言って、<ー>そしたら分かりました、ありがとうございますみたいな感じで,で、吉田さん、吉田豊さんに、もうちょっと、すみませんって言って、ちょっと後輩がいて,て、<ー>で、ブルボンとちょっと吉田さんが、あの、 関わったことあるんで吉田も単独にブルも一回出たことあるって言ってたんで「すいません一緒に見に行ってくれませんかお金出すんで」って言ったら「いやいやそんなもん俺も後輩や」と「俺からも後輩だからじゃあお前のチケットの分は俺出さへんけどそれお前のあれやからじゃ俺も出すから」ってこう行かして「俺の分押さえておいて」って言うてくれてそしてその当日にその仕事が減ってしまったんです僕と吉田さんあ行けなかった行けなくてでそして じゃあ、古、あのー、れ悪いけどでもチケット代だけ払わして、はい、だから DVD を取ってくれへんかと。あなるほどあとで見るから見るるかからら、はい、で,で、それをこうくれて「はいはい、あーで、あ分かりました」って言ってで当日終わって「チケット代」って言ったら「すいません取っとくの忘れました」って粋な計らいを「チケット取っとくの忘れましたただ DVD だけ見せてください」 見てくださいと。見てくださいとと言って見せてください、ど誰の DVD 見ない、お前の仕事の DVD 見ない、どないすんねん、おうで、その時にその DVD を持ってきてくれたんです、僕ん家に。その時きに、まさえさん、聞いてくださいで僕ね、初めてお客さんから焼酎をもらったんです、よかったら一緒に飲んでくださいっていう時の顔です。はぁ、長っ 君のこのブルボンのこの写真に対する思い、長っめっちゃ好きなんですよ、だから、ブルボンが僕は。へぇー、ブルボンで今は 5UP の芸人なのいや、全く、あの、5UP は仕事じないです。5UP に、あの、だから卒業公演なんですよ、卒業公演で単独やるっなるほど、なるほど。やってたじゃないですか。はい、はい。所属もしてないのに、勝手に卒業やとか、なんか、以前、ここにも別のブルボンじゃない感じの方が来られました。 高橋、えー、なんとかっていう方が、ねえー、来られましてとんでもない事件になりましたけどもその方もなんか卒業や言うて卒業公演や言うてね、はいえー、チケットなんか30枚から30人来ました言うてそ市川さんと一緒に来たんだけど30人「十嘘つけ!」言うて「なんでこんなとことお前嘘つくねえ」ってむっちゃ怒られて「ほ<う>本物んま10人ぐらいしか来てへんかった」とか言う,うなんかそんな高橋優君かなんか。えー 最終的にここで何かせえもて何もできなくてあの打ち上げで一人で泣いてたっていうよく分からないでもブルボンは今そのどこで活躍してはるのハイステージ吉本って阿部野のハルカスのところにあるそれに多分頑張って出てると思いますで面白いですけどねスーパースターみたいな格好してなんかやってるんですよなるほどなるほどこういう顔でねブルボンっていう後輩でそもそも知り合うきっかけは何やったの はねあのいやその自分らでやってるイベントあなるほどコンビ組んでコンビ組んでこそんな誰とでもコンビ組んでるからそうなで確かに一瞬こいつええかなと思った時期もありましたけどねブルボンとブルボンといやでもまあまあまあえボルボンとナビスコっていうね昔あるけどねスナックみたいなコンビボルボンわかんのわかんあかなめうんなるほどそうまあちょっとボルボンにあの注目していただけたと思いますそうですぜひ面白いんでねスーパースター芸にはいこちらちょっと景色でございます 景色、はい、あこれね、はい、あのー、あああ祇園か月に行く途中の、ああいれ、川、何川なんですか、鴨川じゃないですね、川なんかね、風宮流な道やなと、めっちゃなんか素敵やなと思って撮った写真です。 だけ,だけブルボンあんだけ距離あってあんだけ長さあって、はいはい、これ景色で見た感じ距離むっちゃあんのに、はい、何の距離もないやん <laughs> コメントで<も>ね綺麗やなだけかったんですよでこれで、はい、多分ね多分わーって遠くの方にねあのー、結婚式の写真を撮ってる方々がいるんですよねあはい,はい、はい、あのいや分からへんわこれ <laughs> まちょっとだけそのその方たちがもしも見てはったら勝手に載せてすいませんっていやいやその謝罪という気持ちを持ちながらこれはちょうどここにほこらみたいなのが奥の方にありますね神社じゃないですけどあ門戸っ子のとこにんか小さいねありますねあ大体こう西村京太郎とかの殺人事件のドラマとかのに必ずロケで使われるような渡瀬恒彦さんがウろウろしてたよう雰囲気いいですねあの人も。 そういう感じのところでございます。はい。まあそれぐらいです。ギロンのウラッカーです。はい。今度次は景色でなく食品でございます。あ、これも僕が今一番ハマってるラーメンですね。ええ。安田正之のおすすめのラーメン。はい。ええ。これは何？その何が違うの？これあのニンニクラーメンというね。ほう。あの寺田町の駅の近くにありまして。はいはいはい。めちゃくちゃうまいんですよ。ええ。あのね。 にんにくが美味しいもうにんにくめっちゃ入ってるんですよまだにんにく抜きもできますけどねほらもうにんにくラーメンじゃないや何ラーメンだそれいやだからラーメンやいやだからそのまだにんにく抜きでそのきつねうどんの揚げ抜きで普通うどんやんそれはだからそれだそれは俺がたぶん例えばめっちゃ食いたいとこれでも一緒におる人間がにんにく嫌いやと言うときはあっにんにく抜きでもいけるでっていうことでにんにく抜きは何ラーメン普通のラーメン普通豚骨ラーメンですあなるほど 豚骨ラーメンやけどあなたはここでにんにくを入れるのが好きなのもうね店の名前もにんにくラーメンっていう店の名前でいやほなたもう店の名前怪我してしってそのにんにく抜きてなってきたらいやまあまあまあ来んなよって話じゃん気遣いでしょ店長のああなるほど店長がまたダンディなんですよへえ何がですかなんかねどうダンディなブルドックみたいな顔してねじゃダンディなんそれもう入りが野生やでもいやいやでも全くダンディなんですしゃべらないんですけどいらっしゃいとあの ラーメンくださ言ったらニンニク入れますといやだからニンニクラーメンなんやそれ入ってるやんかわざわざ言わんでもニンニク入れます入ってるやんでもそれは気遣いな抜きますやったら分かるけど気遣いなんですね気遣いで最後の「ありがとうございました」っていうことしか喋んないっすいやままあ喋ってんじゃねえそれいくらも言わへんのいくらとか350円とか言わへんあ言います言うやん言いますでもなんかまあねイメージそれぐらいしか喋んない人ですなるほど余計なもうだからあの前で「キムタク」のドラマのヒーローに出てくるバーの マスターみたいな。そうそうそうですそうです。あるよみたいな。そうですそうです。あの感じ。はい。えニンニク入れるよ入れるよ。抜く抜く抜くどれぐらい抜けるよって抜けるよ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 って。までも本当美味しいですよ。ええ寺田町これぜひねあの行ってください。チャーシューもでも美味しそうですね。じゃプリプリでね美味しいんですよ。なるほど。はい。 肉厚なこれ以外にもメ,あのメニューはあるんですかありますあります餃子とかもあなるほどなるほどその餃子もにんにく抜きはできるにんにく抜きいやできてるそばって分かんないですあそれはできないにんにく入れますみたいな感じに聞かれるか,かも、ね、るまあでもはいこのにんにくラーメンが大好きだってよー食いにくい肉言うもんね言いますねもうこれ食いにくい食いとりあえずなんかこの間なんかすごい下痢しずっとしててあなたはいはい 体調悪い体調悪い食われへんわー言うて食あたりに起こしましてなんかゼリーみたいなのだけ食えなんかこれだけでええかみたいな言うててほんでなんか帰りになって「ああニンニクラーメン食うて帰ろう」って言って「いやそれやで、ね、絶対 <laughs> ニンニクで腹下してるあんた違います違います違いますあのー、なんで肌下したかは大体分かってるんですよあどこの何食うたか,ったのだからはいもうちろん言えないですけど、うん、なるほど、ね、その店のまあいろいろありますからでもだから、ね それ完全にそれがそのせいなんですね、だからそうです、だからもうそれ以来僕ニンニクラーメン我慢してるんですよ刺激物あかんって聞いてるからはいはい、はい、だから今日はもう僕この帰りにニンニクラーメン食って帰ろうとなるほどはい今日だからこの寺田寺田町ですかはいのニンニクラーメン屋に行けば安い井雅史がニンニクを食うているはいただもしかしたらニンニク抜いてるかもしれません抜いてないです、抜いてないです腹下しすぎて <laughs> まあね <laughs> もしかしたらいやいや大丈夫です今日は入れますよなるほどはいえー 今日ね、あの肉うどんのうどん抜きっていうボケはもう肉だけしかないですからねこれね。ありがとうございます。肉好きだね。森田さんの味自慢ですけいや違うんですよはいそうなんです。ぜひねお近くの方は行ってください。で次につきましたこちらでございますよね。いやもうあのブルボンええわあの。 これね、ブルボンはもうええよこれねよく見てください何これ、タバコ吸ってこれねあのね、はい、もうその時のムブルボンの DVD D を見て、はい、もう僕ちょっと泣けてきてですねいやお笑いでしょいやお笑いなんですけども一緒にお笑いの V を見てなくてよほど滑ってる部位かどっちかですよねもうこんなこいつ頑張,頑張ることがあんのかと思って。 そあるやろ今ハイステージ頑張ってんしょ単独やから最後の卒業単独そうですよもう一生懸命頑張ってねほんでねその話お前なとこの DVD で親父に送ったんかと言ってはい田舎者の話そうですね DVD 自分の活躍をもうとりあえず親に見てもらえそうそうもうお前な山口から出てきて何やってるかも分からんといや、俺ら新喜劇のおかげで熊本までな放送してもうたからそのおかげでめっちゃな 公のみたいいなもと観光バスでぐら田舎のね田舎のでもそのなだから喜ぶから送ったれとああなるほどもう絶対喜ぶからって言うたらなんかすいませんありがとうございますみたいなこと言ってで実はですねこの前山口県帰ったら親父が帰り際に封筒を渡すんですよあもうちょっとそれもう北の国からやんいやもうほんまに泥のついた一番いけど最後の駅のとこで渡すんです なんなんこれって言ったらなんか百万入ってたとえぇどか盗んできたんかもいや泣きしよう笑話笑話ブルボンの笑話やからブルボンの笑話ごめんねブルボン知らん覆ったことない俺ブルボンでブルボンはいっぱい食べたことあるけどお菓子ちゃうお菓子ちゃうでそのブルボンがでなんなんこれって言ったらわしゃその山口の言葉でねわしゃ笑いのことわからんけこれだけ持っていてくれ って言ってくれたらしくでもブルボンがそれこんそんなもんもらえるわけねえじゃねえすかって言ってブワーって泣き出してその泣き出した時の顔ですいや、笑てるでこれ泣いてんいや目目がね、目見てくださいまあまあ、瞬間じゃないですよああ、よう見たら泣いてわからんお前タバコ吸うとるやんけほんのお前一息ついてるそもそもタバコ吸うとるやんけ一息ついたとこやす いやほんで別に100万渡されてもらえねえよ言うて時の涙とはちょっと違う涙やろこれ <laughs> 余裕あれたまってる,るしだからマサ治さん聞いてくださいよで,でそっからいい話でしょっていう色ん <laughs> なドヤ顔しか見えんねこれそっから<う>でちょっとまあ俺もうそのいや親父のこととか思えたら2人で泣いて<う>でその 何こうちょっとだけボケ入れ出した瞬間よ。<laughs> いやだからそれボケない,んいやなん,んそのボケない,よそのボケいやなんかその2人で泣いて気持ち悪いやん<ー>気づくやんであ気持ち悪いなと思ってちょっとこう軽いジョークを言った時の<ー>何言ってるっすかみたいな時の<ー>いやだその時のまさにのジョークはないやねんってない覚えてないんかいな ちょっとテレ笑いで DVD で泣いてるんじゃなくてそのエピソードに泣いてるんじゃな DVD からのスタートですよなるほどなるほどいい話ですからねお笑いのことは分からんけ言うて100万持っててくれいやこれボケやと一緒にくれるからそら何のボケやねんこれみたいなまあでもね今日これ新喜劇できるぞその話だけでというえその話だけでできそのお笑い芸になる言うてこれ持っていけ言うて何かそのね出ていくタイプの話ってあんまないじゃないですか 悪いね、その帰ってくるとかいっぱいありますけど出ていくその親父がね、あんまりあかんくてみたいなこと言うてその親父はもう反対してるけど最後にみたいなこんな,な,な持っていかれんやろみたいな泣きいただでも出ていく話を、はい、もうどこに持っていくかでしょういだからね、<laughs> そのだから夢があるそのこの店を継がなあかんって言われてる息子がでも実は夢あるみたいなでそれ認めてもらうみたいな話とか,かあ,あ、でもありますよありますでも,うもうお金やないけど、はい、なんか頑張ってない言って渡されて行って またいつでも帰っておいてや、ただいま、もう帰ってきた、みたいなありますね、ありますでしょ <laughs> ありますじゃあ、<laughs> ダメですね <laughs> ブルモンできひんわ、これは新劇で,ではねいい話,いい話で、ブルモンちょっと約束したんでね同じです僕、いやもういつか絶対機会あったらこの話やりたいわ言って ももう多分あのの男男女女るかなんかの作男女茂ってもできんんじゃんいやいやでもそれはだから現代でやったらいいんですよなるほどねはい僕らのやり方でいい話,いい話はいなるほどもうでもまさはそういうこともあったってことじゃん僕ですかお親父さんにそんなお渡されたの思うのみたいないや僕あでもねあのねもう親父さんとのいいエピソードあるんですかいいエピソードというかね僕ねこの新喜劇に入るまではものすごくその だから何やってるか分かんないわけですよ、熊本に出てきて。熊本からね、大阪に出てきて。でも、大阪に出てきて何やってるか分からへんと、そのお笑いやってると、僕は口で言うてますけど、そのねベースにちょっとだけ所属させてもらった時とかも、向こうからしたら、なんか分からへんわけんそら で、そんなときに吉本新喜劇のおかげで入団させてもらって放送されて、はあはあ、もうそれまでもうずっと帰ってこい帰ってこいって言ってた親父が、はあ、その見た瞬間に電話かけてきてくれて、はあ、おいもうここまで来たら行くとこまで行けとおーもうこうなったらはい、あ。<ー>言うてくれたんでそのときもう、ね、れしかったですよね。ななるほどなるほほど、ど、はあ。 まあでも今ちょいちょい帰ってるんでしょちちょょいい帰りますよ新幹線代とかね渡されますけどでもいやもうええからって言うてもそんなもん乳首で儲けてるこっちは儲けてるか乳首でいやんバカンそこん言うて儲けてるやつでんか変な仕事みたいに移るからね乳首で儲けてるとかってなると儲けてる俺はなるほどねまあでもねそうですもらえへんと言うてもいやもう儲てくれって向こうからしたらねまあまあそりゃそうですそりゃそうですそりゃそうですよねそういうことでございますでもえっとこれぐらいですお写真これぐらいございますけどね 以上ですはい以上ですねあとなんかそのこのチケットをの券面が送られてきたんですこれ全然いいですねあそうですあののりのり君のチケットがね、はい、あと一枚だけ余っておりましてその一枚をこの写真で紹介してくれたらいいから。 ニーナ君からどうしてもというわけで写真を送るその写真なので真なんでもない写真で今日唯一の出演はこのチケットだけですよ、ね、ニーナ君そうなんですで、ねあのね、何人か行けたらみたいな感じのお客さんもいててすみません、もうそれもう売れたらもうそれまでで残り1名だけでございましてにチケット吉本の方に置いてたら、はい、もう全部売れてしまいそうな、まあ、勢いが、ねはいはい、あったんで何人かのお客さんから声かけて,てあじゃあ抑えておきますって言うたのが。はい ちょっとふわっと浮いてるんですよなるなるなる7月25日でございますはいだからもしねあの早いもう早い方にあの売らしてもらおうかなと思って。なるなる先着でまだ一名様でございますもう偉そうな言い方ですけどもしあのね手を挙げていただいている方おられますよあっほんまですかあもう完売いたしましたノリノリくやったーテレビショッピングみたいなってるからこれ すごいショップチャンネルやんもう。チショップチャンネルの色違いのセーサーって。ええー。千五百円で <laughs> これみたいな。色違いがございますけどチケットに色違いも何 <laughs>、ね。ありがとうございます。なるほどね。あそこありがとうございます。でもまあ、まあ、もしねこの放送を見てる方でまあ、はい、ねうわ欲しいと思った方とあともしかうわ。 天神祭りとかぶってる俺チケット持ってるけどキャンセルする方今のうち言うてく言わんでええでそれ言わんで言わんでうわ天神祭りやったせや花火は見に行かれへんうわこれうわどうしよう花火よりかこれうんちゃうな花火やと思った方ね雑音ししやめてくれそれ麻酔正ジのツイート違う俺それマジでそれが一番心配へんね天神祭りやっぱ天神祭りだいや、それだっていやでももうあの方は天神祭りを見に行かないという大丈夫ですか天神祭り 線香花火ぐらいもしかしたら舞台上でやるかもからないんで消防車来て終わりやろお前ボヤでお前騒がれてで終わりやろ問題なますどんな小さい花火見せいのも室内で毛穴てじゃないてたのも地下のあんな空調の整ってへんところでやったらいいですよでもね本当ね結構自分で言うのもなんですけど今日作家さんとも喋ってめっちゃ自分。 面白かったですよ <laughs> 自分で言うのもないけどもしかしたらそう言うてるマッサージが山ほど滑るかもしれないそうですよ、そう分か心斎橋、グランド陰路っつってクソみたいに滑りましたからね、僕ねな,なんかその話聞きましたけど <laughs>、はい、もうね、はいあのー、ヤクザみたいな感じで出て行って実は警察やみたいなネタやったんですけど、はい、そのもう一発目が滑ったんですけどそこからもうずっとそれのかぶせなんですよ、僕が。 しようて一個取っかかりさえあればあとこ乗せていけるけどもうこれが滑ったんでもう全部舞台上でまあでももうね中川さん清水さん鈴木さんがもういっぱいもう遊んでくれはって何とかお客さんは笑いさえしてましたけどもう安す姉さんにもなんかね最後「心斎橋の方々いろいろいじる下りが切れる感じの流れがあるんですけどマッサージ今日はお前や」って言われて僕なんかダイナマイトを裸でつけてるみたいな。 感じの、のそ裸でダイナマイトつけたままずっと怒られて情けないな、なるほどね、ぜひともその時の DVD をね、実家に送っていただきたいんでまおなるほどね、であののりのり君のチケットは完売したんでございますえ私のイベントの告知を申し訳ないが、ちょっとすみません、時間はね、させていただきたいと思います。8月の3日でございますけども、こちらでございますね。 えー、インプロビアスバスバターズでございます第11回目となりまして、えーえー、チケットはいつもと同じ2000円で、えー、ドリームホールでございますい、同じ場所でございます、放送芸術学院の、えー、7階でございます、はいえー、こちらの方開催いたします。 まあ出演はですね、ほとんど変わりはないんで、すごいですね豪華ですね。え私そして山本直美でパイパーよりですね、後藤裕人川下太陽、えそしてファイブアップからカバトバックのスケ、えそしてまあ旧ファイブアップでございますね森谷由里、で演劇界でですねああとあの秋田の山でですね、えであと演劇界でですね橋田雄一郎さんと。 なんと今回、久住薫さん。おお。ええ。あの、もう、こちらの方でございましてね。見たことあるという方おられるかもしれませんが、なんとこの方実は、後藤秀吉さんの奥さんでございます。あのね、はい。すごくでも、ファン多い方ですよね。あの。小演劇会とか、まあ、その関西演劇会で、なかなかの。ええ。長でございます。ね。長というか、男性みたいなおきかますけども。いや、でもね。噂はよく。 ごちそうさんにも出られてましたしたねすごい、ええ、ぜひともチケット2000円でお客さんからお題を得てですね、えー、それを即興でコントでやるということでございましてすごいす、ね、そしてなんと、はい、今日ですね、はい、発表させていただきましたが、えー、ユリアンレトリーバーがこのイベントに初参戦する決定いたしましたので、えー、ぜひともこちらの方も来ていただきたいと思います8月3日、来週のお日曜日でございますので。 ぜひのチケット2000円で発売中でございますぜひこちらの方もお越しくださいませ、えー、それとですねすすもう一点ございまして畳みかけるようにすみませんが、えー、またあ金の卵の1個目のトークライブが8月の22日の金曜日にございますこちらもチケット発売中なのかなだと思いますので、はい、ぜひこちらの方もお越しいただきたいと思います、はい、そしてですね何よりも、えー、私も私 この、はい、マサジも出るというイベントでございまして、はい、TKF パーティーでございます、ねはい、我々お二人がお世話になっている、えー、田村健二さんのパーティーが難波、はい、グランド花月でございます。 これがですね。はい。ええー、八月の二十日でございまして、二十<日>、えー、夜七時からでございます。<あ>ええーね、T.K. パーティーはい、N.Z.K.、はい、でチケット四千円で、あで<ー>発売中でございますので、ええぜひともこちらの方にお越し、ええー、そちらの方には来ていただきたいと思います。はい。ええー、そしてもう一点私事でございますが、はい。今あのなんかスラバのスノーショーの。 オーディションのなんか6秒動画みたいなのがあざいましなんかあります、ね、なんかツイート数が多いと、なんか <laughs> リツイートをかけていただいた方にです、ね、あのなんかその、まあ、s u n ショーの公演チケットが当たるそうなので、<う>えぜひともその機会も、まあまあ、失わないためにもですね、私のその動画をリツイートかけていただきたいなと思いますので、はい、どうぞよろしくお願いします。ますす最後の方ね、告知ばっかりだったでございましたけども、矢崎君、えー、最後に一言、も言、ちょうどもう1時間でございまして。はい いやあのー、ぜひブルボンをよろしくお願いします。<laughs> はいまだね今後ブルボンの話もまた聞きたいですし。はい、ブルボンね、はい、またあのついノリノリ来るパート2やる時は、はい、ついこそはニーナテツだと二人で。そうですねぜひ、えー、ぜひとも来ていただきたいと思います。はい、本日はうどうもありがとうございました。See you next time bye bye。